はい、おはようございます。エムサバンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンにこっちでぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをね、やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日休みなんですけど、サウナ行ってきまして、今ね、運動筋トレしましたね。ランニングはしてませんけど、めちゃくちゃ追い込みましたね。疲れてます。コンディション仕上がってます。さあ、僕決めていきましょう。さあ、今日飲んでいくのこちらです。買ってきました。裏通りのドンダバタっていうビールです。インパクト半端ないですね。アルコール分 6% になってて、ヤッホーブルーイングさんの商品ですね。なるほど。裏見たらですね、なんか書いてます。ベルトの数より胸の鼓動って書いてて、偏愛は生き様そのもの、好きを追うゴールを定める、たまに通り過ぎる、気の向くままに高鳴る方へ。その感覚がいつも人生を面白くする。なるほど。これは自分の偏愛を形にしたクラフトビール、伝統的ベルジャンエールをモダンに再構築した、フリースタイルベルジャンゴールデンエールって書いてるな。香味探求に明け暮れ、なんとか、これ巡りっていうかな、たどりっていうかな、ついた。果実味あふれる香りと軽快なウッド香が、複雑に立ち上がり、樽熟成のシャルドネを思わせる。さあ、胸に手を当ててみな。うわー、うまそう。なんかわかりませんけど、めちゃくちゃうまそうですね。さあ、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。うわー、ジョッキが重い。手がパンパン、ジョッキしか勝たん。はい、行きましょう。効いてますね。よいしょ。それ。おっと、色が薄いぞ。予想外でしたね。こんなに薄いか。へえ。でもアルコール 6%。楽しみ。あ、でも香りがすごいいい。やばい。ゴールデンエールっていうのはでも美味しそうですね。これはなんだ、原材料、小麦麦芽は入ってないですよね。そうだよね。さて、匂いがもうね、ジュースですね、これ。やば、うわー、飛びそう。めちゃくちゃうまそうな気がします。さあ、綺麗な色してますね。シャンパンみたいですね。いいですね。ぶっ決めていきましょう。裏通りの、ドンダバタ、いただきます。いきます。乾杯。また初めて飲んだ感じ。くわー、うまっ。うわー、泣きそう。うわー、くわー。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしちゃいました。今日のやつ、これ初めて飲んだんですけど、色めっちゃ薄いんですけど、アルコールが 6% よりも濃く感じるのと、味も濃いな。まあ、飲み応えがあるって感じでね、うまいっす。この見た目でこの飲み応えってないんじゃないかな。過去あったかな。結構びっくりな一本でしたね。美味しかったですね。さあ、そんなね、一本でしたね。もしですね、飲んでみたくなった、気になった方は、ぜひね、試してみてください。さあ、最後に時間よくです。明日なんですけども、飯テロ動画やっていこうと思ってます。買えるかわかんないんですけど、コンビニ王者のおにぎり、昆布食べ比べをやってみようと思ってます。とにかく明日ですね、コンビニのおにぎり、略してビニギリをぶっ決める動画やってきますんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これはこれでうまかったね。すごいね。っていうか、汗もすごいわ。オーラさん。